どうも、宇宙やバイチャンネル、中の人のキャベツです。今回は、海洋星の表面の暗斑で未知の現象が確認されるというテーマで動画をお送りしていきたいと思います。太陽系の惑星の中で最も外側に位置し、地球から約45億キロメートル離れた海洋星は、観測が難しく、謎が多く残されている星です。これまでに探査機、ボイジャー2号が、唯一接近に成功してるんですけど、海洋星にたどり着くまでになんと12年もかかっています。海洋星の表面の構造で特に有名なのは、黒い渦のように見える暗斑という構造ですね。はい、このシミュレーションでもはっきりと暗斑が存在しています。この暗斑の正体というのは、地球ほどの大きさで、風速は時速 2000km にも達する巨大な嵐でして、1989年にボイジャー2号によって初めて発見されました。地球の地上の台風やハリケーンというのは、北半球では反時計回りの渦が できているんですけど、海洋星の暗斑の嵐というのはその時点の影響を受けて時計回りに渦を巻いているそうです。こんな感じで巨大な嵐が存在しているっていうのはガス惑星の割と一般的な特徴でして、木星では大赤斑や白斑、土星でも白斑が確認されています。海洋星の暗斑の嵐というのは、太陽系内で確認されている、たくさんの嵐の中で最も強い嵐であるというふうにも言われています。ボイジャー2号が去った後は、ハッブル宇宙望遠鏡が海洋星の観測を行っていて、ボイジャー2号が観測したものを合わせると、現在までに5つの暗斑が確認されているそうです。実は、この暗斑というのは、出現と消滅を繰り返しているということが知られています。1994年にハッブル宇宙望遠鏡が撮影した画像では、こちらのボイジャー2号が捉えた大暗斑というものが消えてしまっていて、代わりに別の暗斑が北半球に現れていたものの、そちらもまたしばらくすると消滅していたそうです。海洋星の中緯度領域で形成された後に、数年かけて赤道付近まで移動していって、そして消えていく現象というのは、海洋星の暗斑に共通していることなんだそうです。そういったことから、この赤道付近の領域のことを、暗斑が消滅するということで、キルゾーンというふうにも呼ばれているようです。2018年には、北半球で新しく NDS2018 というふうに命名された直径11000km の暗斑が発見されたんですが、その動きも科学者たちは赤道付近で消えるという予測のもとで観測していました。NDS2018 は2020年の1月に再観測された際には赤道付近に位置していて、実際に 11000km から直径 7400km にまで収縮していたため、その後予測通り消滅していくというふうに考えられていました。ですが、2020年の8月にさらに再観測を行った結果、なんと NDS2018 は再び北半球に戻っていたそうです。このように赤道付近で消滅することなく、跳ね返されていってまた元の領域に戻っていくという現象は、暗斑の観測史上初めて見られた現象なんだそうです。さらに不思議なことに、進路を反転させたと推測されている2020年の1月頃には NDS2018 の近くに、こちらのダークスポットジュニアと名付けられた直径 6275km ほどの比較的小さな暗斑が出現していたそうです。そんなダークスポットジュニアは2020年の8月時点ではすでにその姿を捉えることができなかったそうなので、たったの数ヶ月間で消滅してしまったというふうに考えられています。で、このダークスポットジュニアがどのように誕生したかというのは、決定的な証拠が残されていないんですけど、NDS2018 の一部が分裂した結果、こちらのダークスポットジュニアが誕生し、その分裂の影響で、NDS2018 の赤道に向かって南下していく運動が食い止められたというふうに推測されています。シミュレーションによって実際にこのダークスポットジュニアというのは
NDS2018 の運動を止めるのに十分な力を持っていた可能性があるということはすでに分かっているようです。今後 NDS2018 からどのようにこちらのダークスポットジュニアが切り離されたのか、そしてそもそもこの2つの暗犯に関連性は存在しているのかということが、研究が進められていくというふうに考えられます。海洋星というのは他の惑星と比べても非常に遠く、まだ分かっていないことが本当に多いので、今後さらに多くの発見があるのが楽しみです。僕個人としてはこれが一番お気に入りの色が好きなんで、お気に入りの惑星なので、他の惑星同様に、いろんな発見があるのに期待しています。そして、ここからはちょっとおまけ的な内容なんですが、冒頭でもお話しした通り、木星イエンの大型のガス惑星では海洋星の大暗斑のような嵐が吹き荒れているということが分かっています。まず木星の象徴ともいえる大赤斑という構造があります。で、大赤斑というのは、地表からでも観測が可能でして、天文学者のジョバン・カッシーニが1665年に初めて発見したそうです。それ以来大赤斑は300年以上にわたって観測されていて、海洋星の暗斑のように消滅したり出現したりすることなく、その存在が維持されていました。ところが、かつてはその大赤斑というのは地球3個分程度のものすごい大きさを誇っていたんですけど、ボイジャー1号と2号、そしてハッブル宇宙望遠鏡の観測データによると、地球一つ分の大きさにまで縮小しているということが判明しているそうです。ちょっとなかなか見つけられなかったんですけど、こちらですね、これが大赤斑という構造です。そのため大赤斑がこのまま縮小し続けていけば、今世紀中、そして早ければ今後、2、30年のうちに消滅するのではないかというふうに、言われていたりもしたんですけど、その一方で大赤斑はすぐには消滅しないという主張も存在しています。そしてさらに、この大赤斑というのは年々その赤さというのが増していってるっていうことも分かっています。で、このように赤っぽく見えるのは赤い磷化合物の影響によるものであるというふうに考えられていますが、色が変化している原因についてはまだ分かっていないそうです。そして、土星の大白斑という構造もありまして、そちらは白い帯のような形をしていて、土星の公転周期と同じ 29.5 年ごとに現れるそうです。公転周期と同期しているってことで、土星が太陽に近づくとその大気が温められることによって、発生しているというふうに考えられています。直近では、2010年の末から2011年にかけて出現していたそうです。で、この大白斑というのは土星を一周するほどの大きさにまで成長し、家庭用の小さな望遠鏡でも観測することができたため、広く話題になっていたそうです。1997年から2017年まで20年にわたって運用された探査機カッシーニは、2010年に現れた大白斑の雷の音を搭載されていたプラズマ波測定装置を使用して捉えることにも成功しています。惑星に吹き荒れる嵐というのは、環境によって出現頻度や強さ、色や形状など本当に様々なものがあります。阿蘇惑星の表面の気候についてはこれからも本当に多くの発見があることでしょう。はい、ということで今回の動画は以上になります。この宇宙ヤバイチャンネルではこういった宇宙系の動画を日々投稿しているので、ぜひ宇宙に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。それでは中の人のキャベツでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。サブチャンネルの科学ヤバイチャンネルではアニメーションを用いて宇宙に限らず広い科学分野の動画を投稿しています。こちらも合わせてご覧ください。